ウルリカエ・レオノーラは、プファルツ王朝最後の君主である、スウェーデン女王。カール十一世と、デンマーク王女ウルリカエ・レオノーラの娘。ホルシュタインゴットルプ公、フレデリク四世のヒ・ヘドビグ・ソフィアとカール十二世の妹。1715年にヘッセン・カッセル・法ー・ハク氏、フリードリヒと結婚。1718年に大北方戦争の、 最中に戦死した兄カール十二世の後を受けて、空位を防ぐために大いについた。しかし、大北方戦争はまだ続いていたものの、ロシアとの勝敗はすでに決まっていて、スウェーデンの絶対王政も崩壊した。ロシアとの終戦締結の講和交渉はすでに1718年、カール十二世の存命中から行われていた。当時、講和交渉の中心を担ったのは、 カール12世とウルリカ・エレオノーラの甥いの、ホルシュタイン・ゴットルプ公をカール・フリードリヒの一派、通称ホルシュタイン派である。しかし、カール12世の死により、夫、フリードリヒの一派である、ヘッセン派が実権を握った。その結果、カール12世の側近でロシアとの交渉を行っていた、ハインリ・ヒフォン・ゲルツ男爵は逮捕され処刑された。これを受けて、 ウルリカエレオノーラが女王となったのである。ヘッセン派はロシアとの講和を拒否し、戦闘を継続したが、ハノーファーイギリス及びブランデンブルクプロイセンとの講和交渉を1719年から1720年にかけて行い、女王の対後にストックホールム条約として正式に講和条約が締結された。この結果、スウェーデンはホルシュタインゴットルプ系の支援を打ち切り、 シュレースビヒ・ホルシュタイン問題からも手を引くこととなった。同時に、ゲルツ男爵が処刑されたことにより、ホルシュタイン派の勢力は弱まり、ホルシュタイン・ゴットルプコー・カールフリードリヒはスウェーデン、王位継承権を喪失した。そして元老院は、絶対王政を否定、1719年から1720年に、議会は王権を著しく制限し、議会に権力を集中させる。 新憲法を制定した。ウルリカエレオノーラは、この決定に不満を抱きわずか2年で、自ら退位するが、王位継承者はすでに議会との取り決めで、夫フリードリヒに決定していた。すなわち、絶対王政の否定と新憲法の制定を条件に、フリードリヒがフレドリク一世として王位につき、王権の弱体化は決定的になった。退位から21年後、 ウルリカ・エレオノーラは、フレドリク一世に先立って制御した。二人の間に子はなかった。ホルシュタイン派は親ロシア派で、ヘッセン派は親西欧派、事実上親プロイセン派だった。ホルシュタイン派が王位につけば、ロシアの属国家は免れ得なかったが、ヘッセン派が王位についた結果は、プロイセンの属国家であった。それから、半世紀にわたり、議会では親ロシア派と、 親西王派が構想を続けてスウェーデンは弱体化し、その没落は明らかなものとなった。ウルリカエレオノーラは顔立ちが兄によく似ていたため、カール12世を知る人々は、ウルリカエレオノーラにカール12世の面影を見る思いだったと言われている。ありがとうございます。